迫る山古墳に次ぐ全国第2位を誇ります。から行くんだ。あ、これも怪しいね。ここだ。宮地岳古墳は直径34メートルの円墳で、横穴式石室は全長約23メートルを測り、奈良県三瀬丸山古墳に次ぐ全国第2位を誇ります。ここから昭和9年1934年に出土した一級品の金銅製馬具や武具など豪華な副葬品と、列島屈指の石室規模から見て、被葬者は天武天皇の第一王子竹千代皇子を産んだ尼子の伊良爪の父宗像の君徳善ではないかとする説があります。昭和13年1938年頃、宮地岳古墳の石室前方の浅い谷を隔てた丘陵平坦部で、陶室の鉢の中から蓋付き銅鼓に収められたガラス製の造刻器が見つかりました。慶雲4年707年に没した文野眠のものによく似ており、8世紀初め頃に考えられます。当時の仮装は皇僧や貴族、天皇などごく限られた人々の間で行われるもので、条件にかなうのは宗像の阿孫都寺、あるいは宗像の君徳善の娘尼子の伊良爪と考えられます。今回はその造刻器が見つかった場所に行ってみようと思います。神職のさんから教えていただいて、ちょっと裏手に回って、見に行きたいと思います。楽しい。こんなとこ行ったことない、これまでね。確かに本当に裏手にもう、積まれた石が見えますので、おそらくここも古墳だったのかなっていうのもありますよね。こっから行くんだ。すごいすごい。足元は結構根が張って、それが根がね出てるような感じ。水で削られて、あ、ほんとだ、たくさん、いる？先行って。お仏像がいっぱいあります。失礼します。通らせてもらいます。失礼いたします。失礼します。皆さん。いやー、あ、丘陵部ですね、本当に。すごい。こんなとこがあったんだ。があるの。あ、本当だ、祠だ。あ、ほら、真っ白い。あ、不動明王だ。やっぱなんかあるけど。ほんとだ。あ、すごい。感動して鳥肌が。こんにちは。お邪魔します。すごい。なんかあげてあるよ。ちゃんとしてある方してあるの。あ、こんにちは。失礼いたします。階段があります。わあ、すごい。おお。こんにちは。失礼します。あ、すごい。こっち側が、こっち側全部谷のようになってますね。丘陵部を隔てた。失礼してます。こんにちは。あ、ものすごい、皆さん。すごい。これ絶対古墳だ。おー、マイガー。失礼しています。こんにちは。すみません、失礼します。おー、独特な風の音だ。何ここ、すごい、めちゃくちゃパワーを感じますね。あ、不動明王様がいらっしゃいますね。鳥肌が止まない。ちょっと待って、本当にすごい。どうしよう。すごい。
30メーターって言ったら、ちょっと待って、給料部の平坦に、だってちゃんと掃除する人がいるんですよ ね、 ね、あ、ここ蜘蛛の巣があります。失礼します。あー、祀られている。こんにちは、お邪魔しています。すいません、お邪魔します。井戸もある、ちゃんと井戸がある。本当だ、うん、やばい。すごいね。どこで見つかったんやろ。八つ目さん、どこで見つかったんですか。どちらにいらっしゃいますか。多分30メートル社務所から。うわー、すごい。お邪魔しています。うん、あー、大事なことやってない。神社の管理ではではできない。何かがあるんだよ。そうやね、管理じゃないって言ってた。こんにちは、お邪魔します。すいません、お邪魔しています。すごい、絶対なんかあるな。やばい、ちょっとびっくりしたね。誰も知らんの。いや、これはすごいね。この上もあるよ。30メーターの何と、ここなんじゃない。違うか、そう思うよ。ここか、そこよね、うん、多分その下からすればそんなもんよ。30メーター、うんうん、ここかもしれない。ここ、いや、丘陵を隔てた平坦部って言いにしちゃったの。あー、これも怪しいね。これかな。あ、これちょっと登っていいのかな。失礼します。失礼します。すいません、お墓だったら申し訳ありません。立派な石やもん。うわ、すごい。何かあったかもね。ちょっとね、これっぽいな。ここらみたいなのね。あ、ここっぽいな。ここが一番上。あ、すごい。平爪さーん、平爪さんいらっしゃいますか。どうよ。こんにちは。ちょっと失礼します。失礼します。あなたを探しに来ました、平爪さん。なんだろう、あの印は。あそこなんじゃない。印はいっぱいある。あ、いっぱいある。あっちこっちある。平爪さんいらっしゃいますか。だけど管理してる人がいるんや。いやね、これをね、うん、なんとっていうことで、ね、それはなんか意味があるんだね。しかもこの山の上だけやった。すごいね。すごい、ほんと上ですね、もう完全に。うん、ちょっとありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお邪魔してしまいました。いや、これはすごいぞ。すごいね。奥の院の奥にものすごいところがあったぞ。だけどキリストとするのあれなんやな。いや、本に書いてるけど、うん、まさかこんなとこがあると。ほら、みんなね、あんまりわからんし、こんよね。こんな近くに住んどう、私たちでさえ来てないけん。ちょっと何拾ってた。さん、ありがとうございます。もう5時だったら帰るか。ああ、そうやね。夏目さん、ありがとうございました。徳善さん、ありがとうございます。
ちょっと習って。すいません。うん、でもダメって言うときは取れんことになってるとき。いいよっていうことは呼ばれたってことになる。うん。ちょっとお邪魔してしまいましたね。すいません。誰かが来てる。ゴミが結構落ちてますね。ダメですよ、ゴミ落としちゃ。ここは本当に怪しいね。ここだよね、絶対ね。なんか多分、祭祀もやってたような感じですよ。祭祀場っぽい感じだし。ここもね、ここが一番なんか30メートルっていうのが、ぽいよね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。すごいとこ見たね。わあ、すごい。何十年もここにあって強くて。そんなのありがとうございます。私が言わんかったら来てないね。だからどこに行けると思ったの？ね、こんなとこまで行けると思わんもん。そうだ。奥にこんなのがあるっていう。そうね、行けるようにしてある。なかったもん。ちゃんと管理する人が、うん、無理じゃこれも管理できるもんね。え、誰が管理しようかだけ聞きたい。どなたですかっていう。おったらね、おらんかもしれない。うん、あれ、井戸使えそうよ、ほら。ね。こっちが新しい。絶対使えるやろ。すごいね。どういうの全部あるの？お掃除道具。宗像一族の皆さんなんじゃないか。ちょっと失礼します。わかるよ。宗像一族の470年前に、うん、お姫様のなんとか事件、なんとか事件、事件、なんとか事件で争いがあって、こんにちは。やられた。うん、ね、立派な。お不動産、それも出てきた人はなんか意味があるよね。なんかね、そのやろね、うん、初めて事件、初めて聞いた。あの方は何とかけたの。ありがとうございます。ここにもなんかあったんやろね。てかたくさんあったんかもしれんね。でたくさんさ、その埋葬されとったんかもしれんよね。でもそれが公になってないんですね。ありがとうございました。ここは意味があると思うよ。絶対あるでしょ。なってなくて、うん、どんな本にちょろっと載っとうだけでも、それは本当なんです。うん。で、公になってないのは、なんか意味がある。絶対そうやろ。公にできない意味があると。なんかあるよね。でも、守ってる人がいるんだよ。そうね。失礼します。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。すごいお金ね。不動明王様がたくさんいるってことは、もうここは立ち入ってはいけません的な、もうこれを何か開発したり開拓したりしちゃいかんですよっていうことやけん。なんかこっち側には何も作ってない。うん、なんかあるんやろ。すごいすごいとこ来てしまった。管理も別ってことはやっぱそうなの。うん。分かって管理する人がいるんで。そうね。皆さん進めてもらいました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。お邪魔しました。お騒がせしました。すいませんでした。すごいところを見させてもらいました。本当すごい。感激した。で、ここからもう、坂道です。楽しみに来たような感じだったね。いやー、感動した。いやー、ちょっとびっくりなところがこんな下にあったなんて。じゃあ相当感動です。感激です。こんなやばい、絶対なんかある。七谷白宮と書
書いてあります。結構登ってきました。失礼いたします。賽銭入れ口、失礼します。見させてもらいます。境内、境内じゃない、本殿からこちらの方に行きたいと思います。多分その上かな、どこかわかんない、向こう側にもある、あっちなのかな、なんか見たやつと違う、古墳じゃないかもしれない見たやつと違う、もしかして違うとこかもしれない。ちょっとだけ失礼します。ごめんセミ、あーこの奥にあるんかな、ちょっと見たやつと違うな、ごめんなさい。この奥にあるんかな。この奥のかもしれんね。なんか確か向こうに階段が。あ、この奥だ。ちょっとだけ見てみる。いや、いける。あ、ここだ。失礼します。すぐ帰ります。ごめんなさい。すぐ帰ります。ちょっとだけ失礼します。あ、全然。どこには映らないな。おお。登ってきました。ここだ。おお。失礼します。ここだ。確かに大きいわ。確かに大きいですね。広い。ここが円墳なんだそうですね。お邪魔しております。沖ノ島の祭祀よりも60年ぐらい早い時に作られた古墳で、まあ、当時の古墳からしたら当時の古墳が大体10メーターぐらいが大きい古墳だと言われているそうなんですけど、それよりもさらに10メーターぐらい大きな古墳で、ここにそんなものがあるということがすごいっていうことで最近ニュースに取り上げられておりました。近くに民家もあるみたいですけど、まあ、周りにもこんもりした山のような丘がたくさんあるので、この辺もおそらく古墳の地だったんでしょうね。その中でもここ結構大きいということで、今七社宮という
神社になっていまして、その、本殿の奥にこの古墳がありました。すごい、本当に 円になってる。見えないか、円墳になってますね。大きなお社がありますね。どなたが眠ってらっしゃるのか